せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、はい、以前ですね、インスタを使って、皆さんに募集した質問コーナーをやっていこうと思います。どういう時にお互いの信頼が大事だなと感じますか。どんな時に、どんな時だろうな、なんだろうな、常に信頼している感じはあるかもしれない、なんかこの時に、この時にっていうよりかは、なんかもう常に信頼感は持って生活してるかなっていう感覚があるんですけど、翔太は？僕も疑ったことないです。そうだよね、なんか生活してる中で、なんか怪しいなとか、なんかそういうの思ったこと今までないから、まあ意識はしてないんだけど、常に信頼はしているんだと思います。はい、お互いの癖を教えてください。癖ね、癖か、翔ちゃん癖あるかな。俺自分の癖は分かってんだよね。何？鼻を触る。ああ、なんかもうすぐ鼻触っちゃう。自分の癖ね。トイレが長いとそれ癖なの？癖、癖じゃなくない？なんだろうな、翔太。あ、翔太ね、あのご飯を食べるとき、あのね、あ、これ説明しづらいな。あのね、普通なんかすくったりとかして、フォークとかでスプーンとかですくったりとかしたらそのまま食べると思うんだけど、翔太の場合裏返すよね。え、そうなの？そう。何？どういうこと？普通すくうでしょ、そのまま口に入れるでしょ、普通、まあこれが普通かどうかわかんないけど、まあそうだとして、翔太はすくったらこう食べるの。あ、そうだ、そう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 、それはだって下の方が味がわかるから。あ、あえてやってんの？そう、あえてあえてあえて。そうなんだ、あれ癖なんだと思って。スプーンが下に当たるっていうよりかは放り投げる感じ。そう、なんか変な食べ方すんなって思って。そんな感じかな。はい、では次行きたいと思います。子供を育てることになったらどんな名前にしますか。まあ僕たちに子供ができて、名前、どういう名前をつけるかっていう質問だよね。なんか考えたことある？少量かわいそう、かわいそう、かわいそう。いいじゃん、お互いの名前取って少量。取るところさ、間違ってない？例えばさ、小一とかさ、亮太とかさ、だったらわかるけどさ、少量ってなんか工藤少量ですみたいなさ、かわいそう。チャンネルの名前でもあるからいいかなと。まあでもできた時はね、ちゃんとしっかり真面目に考えたいと思います。はい、じゃあ次は、質問いきたいと思います。パートナーシップ先生のデメリットってあるのでしょうか。デメリットね、デメリット、ね、俺は、そんなデメリットはないかなって思ってる。特に、これもないと思うかな。メリットは多いと思うけど、デメリットはそんなにないと思うな。多分、結婚、結婚届っていうんだっけ、婚姻届っていうんだっけ、それを多分市役所だったり区役所だったりに提出して、結婚した場合はまあなんだかんだ2人の関係性が、ね、うまくいかなくなって、いざお別れするっていう時になったら、いろいろ大変なこともあるのかもしれないけど、まあパートナーシップ先生に関しては、まあ発行していただいてるその証明書をお返しすればいいだけだし、っていうことなのかな、デメリットって。そうだね、だからパートナーシップ先生に関してはそんなデメリットは特にないよね、むしろメリットばっかりな気がする、はい。近々彼氏と同棲します。長続きする秘訣とか、一緒に暮らす上で気を使っていることを教えてください。家の中でのさ、2人の役割分担が1人に偏らないようにするとかね、そういうことはうちら気をつけてるかな。あと金銭面ね、金銭面、1人に、それこそやっぱり片方に負担がかからないようにお互い。だからね、家賃とかも半分ずつにしてるし、食費とかも基本的には半分ずつにしてるしっていう感じかな。はい、次です。あ、オフ会やるならどんなことがしたいですか。どんなことがいいかな。いや、みんなで、俺はね、みんなでワイワイ飲みたい、食べたり飲んだりしたい。居酒屋とかで。俺はどうしようかな。
何したい？何がいいかな。カラオケ。何その顔。なんかみんなでゲームとか、うん、できたらいいかな。ゲームね。うん、うん、まあ楽しくワイワイなんかできたらいいよね。うん、うんうん、まあそれもいずれ計画したいと思っていますので、はい、はい、その時はよろしくお願いします。はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい、次の海外旅行はどこへ行きたいですか。次の海外旅行は、うん、どこがいいかな。まあこの間台湾行って、うん、次はね、時間とか予算とかあったらヨーロッパとか。ああ、いいね。行ってみたい。ヨーロッパも行きたい、うん、俺はニューヨーク。ああいいね、行きたいね。うん、うんうんうん、ブロードウェイに行きたい。あ、そうだね、うん、なんか和江ちゃんにこの間ね会った時に、うん、ニューヨークの話とか聞いたんだけど、ものすごくやっぱり良かったって言ってたから、ちょっとその話聞いてすごく行きたくなった。うんうんうん、うんうん、はい、というわけで次、お互いが入れ替わったら何をしたいですか。入れ替わったら何、俺が翔太の中に入り込めたらってこと。翔太も俺の中にどうかな、何がいいかな、何したいかな。まあでも年の差がやっぱあるから、また25歳に戻れるってなったら、うん、やっぱいろんなことにチャレンジしたいかも。あ、うん、それこそ海外とかにもたくさん行きたいし、うん、やれることがたくさん、まあ言うて今からでもできるっちゃできるんだけどね、俺の年でもね、うん、やろうと思えば。ないないよだってさ、入れ替わるとしたらさ、うん、したらさ、もし入れ替わったとしたらさ、うん、12個年取るってわけでしょ。そう、ちょっと嫌だよね。どうだろうね、違う景色とか見えるのかな。でも中身は変わんないんだよそうだよね考え方とか変わんないと思うからさ。うん、どうなんだろう、難しいね。難しいな、考えたことなかった、うん、はい、まあな、いいかな。うん、はい、え、いいかな、いいかないいんじゃない。なしです、ないしたいこと自分がいいかな。うん、あ、そうだね、うん、まあ、自分がいい。はい、じゃあ次の質問いきたいと思います、うん、自分が同性愛者であることにいつ頃気づきましたか。これも前の動画でちょこっと言ったことがあるかもしれないけど。そうだね、うん、けどね、うん、やっぱり見たことない方もいるから、うん、改めて、うん、言うと、僕は完全に気づいたのは多分20歳くらいの時かな。うん、うん、20歳くらいから、19、20歳くらいの時に、あ、僕はそうなんだっていうのを確信した時があって、うんうん、その時ですね、気づいたのは。僕は中学とか高校ぐらいかなと思います、うんうん、学生の時かな、うんうん、でもあれだもんね、なんか翔太言ってたけど、なんかちっちゃい時からそういう感覚はあったかなみたいな、うん、そうだね、ね、言ってたよね、うん、確信したっていうのはまあそれくらいの時だと思います。はい、次、今一番欲しいものはお金ダメかな。いや、いいと思う俺も欲しいもん、お金欲しい。お金あったらね、やっぱもっともっといろんなことできるしね。うん、時間、そうね、1日が24時間より48時間ぐらいになったらもっといいかな。まあでもさ、それはあれじゃない、なんか感覚の問題で、まあ2日間を1日と考えればまだそうなるしさ、まあ、確かに、うん、いいかな。まあでもいい、本当に、うん、え、お金欲しいですとか何が欲しい、何が欲しい、大丈夫、聞かない、それ以外でも、みんなそうだよ、ね、うん、それ以外でも言えばいいんじゃない。みんなそうだよ、ね、うん、みんなそうでしょ、うん、みんなそうでしょみんな、いや、ほんと、うん、まあでも、まあもちろんお金は欲しいけど、うん、今俺はね、あれが欲しい、プレステ4。あー、ゲーム機を今持ってないから、うんうん、ゲーム機の本体が今欲しい。 Bluetooth イヤホンとか。あー、 Bluetooth イヤホンね、持ってなかったっけ。うん、ちょっと最近なんか使いづらいから新しいの買いたいかな。なるほどね、うん、欲しいものはそんな感じです、 んな感じですなんか愛とか言ったらあれだったのかな。でもさ、もう十分 もらってるっていうか満足してるから、それは別にいいか。あとは、うん、冬が近づいていますが、体やお顔のケアはされていますか。全然
してない。え、でも翔太がしてる方じゃん。そうかな、うん、ちゃんとお風呂上がりにさ、あのスキンケアしてるからさ、うん、偉いなって思う、うん、俺本当に全く何もしてなくて、うん、もう今とかも唇もカッサカサなんですけど俺もね、うん、うん、やっとリップを買って塗るくらい、うん、でもそのくらいだよね、うん、やってない、特別にはやってないよね、やった方がいいんだろうなきっとな、うん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 、はい、次最後にする。そうだね、うん、結婚しようと思った瞬間は何ですか。ずっと一緒にいたいって思ったからじゃない。ああ、そうだね、うん、ですこんなんでいいのかな、はい、はい、というわけでですね、今回は、うん、いただいた質問に答えていく動画をお送りしました。はい、うん、というわけで、うん、はい、では今回の動画はここまでにしたいと思います、うん、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。